松本楼松本楼は、有限会社日比谷松本楼が運営する日本の東京都千代田区日比谷公園内にある洋風レストランである。1903年に東京市が現在の日比谷公園を開園するにあたり、銀座で食堂を経営していた小坂梅吉が落札し、日比谷松本楼として6月1日にオープンした。当時としては、珍しい洋風レストランに人気が集まり、 1906年秋には、東京料理店番付で、西の関脇に選ばれたほどだった。日比谷焼き打ち事件など、日比谷公園がたびたび政治活動の舞台となっていたこともあり、大正初期の第一次五県運動ではバルコニーから、県政用語の演説が行われた。1923年に、関東大震災により消失。その後、バラック住宅から復活し、 これを機に小坂光雄が二代目社長となる。梅吉はその後1936年に衆議院議員に当選している。大東亜戦争に突入するまで引き続き人気のあるレストランとして日比谷公園の顔になった。しかし1942年に東京で空襲が始まると日比谷公園が軍の陣地となり、1945年2月、ついに 松本郎が海軍省の昇降宿舎となった。終戦後には進駐してきた GHQ の宿舎として接収され、約7年にわたり営業できない日々が続いた。1951年11月にようやく接収が解かれ、松本郎は再スタートを切る。その後も日比谷公園で営業を続けていたが、 1971年11月19日、沖縄返還協定反対デモが、日比谷公園内で激化し、その中で、中核派の投げた火炎瓶の直撃を受け、二代目建物も、消失の浮き目にあう。三代目松本郎のオープンは1973年9月26日と、再建に、約2年を要した。これを機に10円カレーが始まる。 三代目建物には結婚披露宴会場、大小の宴会場やフランス料理コースの個室など、様々なニーズに応えた設備も登場。二度の消失に遭いながらも1983年には、創業80年記念に1日店長として、森重久屋を迎え、2003年には、創業100年を迎え、現在に至っている。第二次世界大戦前には、 日本に亡命していた中華民国初代総統の孫文やインド独立活動家のラース・ビハーリー・ボース、また2008年には中華人民共和国の古今闘、国家主席も来店した。文学の面では、高村光太郎の知恵古将をはじめ、夏目漱石、松本清張などの作品にも松本郎が舞台として登場し、時代を超えて、 公園の象徴的存在の一つであり続けている。毎年4月2日には、高村光太郎の期日、連行期の集いが行われている。1971年の2度目の消失では、警備員1人が犠牲になるなど、被害も大きかった。歴史あるレストランが消失した、この知らせに、全国から最高の願いが集まり、3代目、松本郎がオープンできた。 これに感謝の意を示す記念行事として松本郎は10円カレーセールを始めた通常は880円のハイカラビーフカレーが1973年に以来毎年9月25日に限り先着1500名に限り10円で振る舞われ現在も毎年この日には大勢の来客がありたびたびニュースでも取り上げられている10円を受け取るのは 無料ではお客様としても手なすことにならないという趣旨であり、代金以外に寄付金を置いていく人が多い。カレーの売上や寄付金は交通維持区営会や日本ユニセフ協会などに渡され、1995年には阪神淡路大震災の義援金として送られた。10円カレーは秋の季語にもなっている。なお、 1988年は昭和天皇の病状悪化により初めて中止となり、2020年2021年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となったが、日比谷松本老館社の日として実施された。1階は洋食レストラングリルガーデンテラス、3階はコース料理が主のフランス料理、レストランボアとブローニュ、2階と3階は 個室、宴会場として営業。東京都に6店、横浜市に1店が営業中。現在の取締役社長である小坂綾野の曽祖父、梅谷正吉が孫文と交流があった。ありがとうございます。